バイオインセクトです。哲夫ちゃんをねちょっと確認しとかなあかんのですけど、7月の12日にこれ割り出しなんですよね。ほんでこの時は、幼虫がね、まあ、とりあえず4頭いたんですよ。で、8月1日に生存確認して2例初期ぐらいですよね。はい。で、もうね、あれです。だから2頭しかいないんですよね、今。その2頭がまた都合よくオスメスなんですよ。僕の意向はね。はい。見当たりませんということなんです。あ、いましたね。いらっしゃいました。さて、もう1頭はというと、まあどうですか、これくらい大きくなってくれればと思うんですけどね。はい。あともう一個、こうオスかメスかこんなのも分からへんやけど、姿形が見えなければ、撃沈ということなんですけど、まあ類代ができなかったらも撃沈と一緒ですよね。あ、いましたね。これですか。これですね。生きてますか、これ。生きてるね。大丈夫よね。大丈夫ですね。えらいちっちゃいね。わかりますか。ああ、動いてますね。大丈夫ですね。はいはい。生存確認です。皆さんどうですか。これまだ症例かな。これ全然大きいならへんけどね。まあ、体にマットが入ってるんで大丈夫と思うんですけど、まあ、なんとかかんとか、無事ですね。で、これはね、やっぱり、もう、無事やと思ったら、こういうの張りが違いますね。ほんでね、やっぱりこういうのね、一緒にすべきなんですよね。はい。で、死亡法もわからんやつなんで、とりあえず、まあ、なんちゅうんですか。真新しいマットとかは避けるということなんですよね。で、前使ってた、産卵に使ってたマットも入れながら、ただね、あんまり、前も言ってましたけど、あんまりどん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 古くなりすぎると、またこれ、いくら小さい個体やといえど、栄養価が全くなければ、もう死んじゃうんでね。だから、よく分解されたマットを、継ぎ足し継ぎ足しっていう飼育の仕方を、されたらいいかなと思います。ほんでかろうじて4頭生きてたのが2頭死んじゃって、今2頭ね確認できましたんでね。で、マットは基本的にこれも分からへんので、まあ低位置のデブトなんで、多分ねびちょびちょのところにおるんじゃないかなと思われるんですが、これもあまり湿度高くしすぎちゃうとあんま良くないので、まあほどほどですよね。ほどほど言ったらどんなんやいう話なんやけど、これね根太にしちゃ結構こんな感じです。もう少し水分上がっててもいいかなと、足しててもいいかなと思うんですけどね。で、とにかく乾燥しないように、もう乾燥したら、ほぼ間違いなく言うてほど落ちちゃうんで、乾燥しないように、蓋にも、こうやって、キッチンペーパーね、ですけどね、貼ってます。ほんで、あとは、例えばこういうものに入れてね、はい。で、入れてもらうと乾燥はだいぶ防げますんでね、いいと思いますね。はい。これついでにちょっとほなダールマン見てみましょうね。時期からですから、だいぶ長いと思いますね。小ささで
ほとんど変わってないんで、小型種でもすごく長くかかる種類じゃないかなと思われます、低地の根太にしてはね。ということで今度はあのダールマンですけど、これは、9月24日、幼虫が4頭確認します。これもね、7頭出てまして、メスの持ち腹からね7頭出てまして、で4つと3頭ちょっと死んじゃったんですけどね。でこれももうあのコロンとしたトンネルの中に大概おるんで、こうやってね割るとこうやってあの最初分からあのやられへんかった人はあのこれ唯一みたいに感じ見えるでしょ、うん、中にね空洞、まあ眉コロンとした眉ではないんですけど、こうやって作ってますね、はい、これ多分メスやと思うんですが、もうねじゃ分からないですよ、この内側ねもう開いたらええんですけど、はい、もうこれはこっち側の大きいのと判断して、これもうメスとして入れてるんですけどね。で、ツヤも継ぎ足してスーマット、このダールマンもね、はい、あの通常のダールマンはそれほど珍しいもんじゃないんですけど、なぜあの原名亜種なんで、で北カルマン炭酸なんで検体がこれしかないのでね、うん、で、特にあのメスのねゲームアッシュのダールマンは、上肢上羽の側縁部に細かなほんの細かな尾毛があるということを図鑑でも書いてあったんですが、個体メスの個体は確かに少しあるような感じです、触るとね、はい、でこれはね、オスですね、空洞の中に体を入れて、で自分がいるとこは大概ちょっと空洞になってるんですよね、こいつは。はい、出てきました。これはね多分なんですけどね、これ多分オスやと思うんですけどね、これ同時期のやつです、はい、うん、あの大きくなってほしいんですけど、ね、でねこれ一応皆さんにお見せしてるのでこれ確認してるんですけど、これねあまりしない方がいいです、あの特にツヤはね、あのね、今言うてたみたいに自分の安い環境を作って、その中で、窒素とか酸素とかの状態がいい状態をね、あの作ってると思うんですよ。でその環境をねバサッとひっくり返すことによって変わっちゃいます、同じマットでもあの環境が変わっちゃいますんで、できるだけしないようにしてくださいね。あのほんでこのマットも継ぎ足しです。でもし、まあこういう瓶やったらねちょっとあのゴロンと割って出さないとなかなか出ないんですけど、中ケースとかでやってはる場合ね、中ケース大ケースとかやってはる場合はあれですね、できればその幼虫がいるところの、スペースをそのままこうコソンとケースへ移動してやって、大きいケースなりマットを継ぎ足すなりしてやってください。要はもうそこ幼虫がいるところの環境を変えずにマットだけ足してくださいいう感じなんですけどね、まあそのついでに確認してもらうともいいですが、あまりよろしくないです。これはねあの禁止瓶を変える時と同じような形やと思ってもらって、幼虫にもストレスかかると思うんでね、はいはい。でダールマンも順調に育ってます。ということはあれから落ちてませんね、やっぱり2例の中期ぐらいまでなんとか持ってくれれば生存確率は上がると思いますね。あとは、このマットの状態の管理です、ご自宅でやられるときはねやっぱり
温度とほんで水分管理、これを主にしっかりやってってもらったら、朝野菜、真新しいマットを継ぎ足さない限りは大体大丈夫だと思いますよ。で、特にマットが乾燥してるかしてないかよく見てやってください。で、パッと見ても潰すとね、ダマをちょっとこれと潰すと手にサラサラというあの感覚が伝わってきたら、ちょっとね乾燥してます。で、乾燥してるときは特になんですけど、まあ状況にもよりますけど、特に上表面が乾燥してる場合がほとんどなので、例えばこうやってね、上から3分の1ぐらいは取ってやって、ほんでここもう空洞があります、ここにやつらがいるんで、その辺ぐらいまでちょっと掘ってやるのがいいかなと思います。まあ、とか乾燥してたらね。で、今ちょっと乾燥してたんでね、ちょっと今よく目にマット水分加水しましたけどね、やっぱ空洞の中とかその下はこの状態よりも間違いなく乾燥してると思われるので、表面だけマットを濡らして中まで浸透することほぼないので、もう乾燥してたらね、面倒くさくてもこの溶質っぽいちょっとマットが硬くなってるところがやつらのいてる直上なので、そこまでマットを取ってやってください。で、加水してもう一回入れてやるいうことをしてやってくださいね。はい。で、このまま放置しておくと間違いなく落ちますんで。ほんで、これ、ね、色が違うでしょ。で、もうこれ、中の方まで全部こうなんですよ。はい。で、色違うでしょ。わかります?で、今ここちょっと硬いんですけどね。で、これは、乾燥してますんで、今ちょっと生存してるかどうかいうのを確認をします。まあ、これぐらいだったら大丈夫だと思うんですけど、ため、開けます。はい。はい、いてますね。もうだいぶ、これだいぶ大きくなってますけどね。でね、これはまあ、オスでしょうね。はい。で、これさっき空洞の辺もちょっと水分が少ないかもしれないって言ったでしょ、少ないです、間違いなくね。でこうなった時、一回もうせっかく出してるんで、もう全部出してくださいね。で、新しいマットを足すなり、しっかりも加水してやってください。上からもうこういう状態までカスカスになると、上から霧吹きをしたぐらいでは下までもう絶対行きません。いやいや、加水してたのに死んじゃったいうことはもう大概これです。はい、こうもう全部出してくださいね。環境を変えるのは、基本的には良くないですが、環境を維持できない、いい状態を維持できない環境をそのまましとっても一緒ということですね。はい、もうこれ混ぜてる状態で分かります。もう混ぜてるだけで握らなくてもダマになってるでしょ。これぐらいまでいってもらった方がいいかなと思います。はい、まあここまでボトボトにしなくてもいいですけど、これしばらくしてからね、ちょっとうちのともくんやらにも見せるんで、次の日曜日ぐらいにいいような感じで置いときたいんで、少しちょっと水分多めにして入れときます。はい、こんな感じを見せたいんでね。
マットを取り、とにかく、なんていうんですか、もう、何日ぐらいで一回確認したらいいですかとかいうのはよく聞かれるんですが、わかりません。あのね、エアコンかとか、で、どれぐらいで、部屋を加湿したったらそうでもないでしょうけど、加湿してないとこう、特に冬は乾燥するんで、一概に言えないので、それを鵜呑みにしてもらってちょっと危ないことになるんでね、それね、まあ1週間に1回ぐらいは表面の確認をしてもらうのは最低してもらった方がいいかなと思います。はい、はい、以上でございます。ありがとうございます。